5月26日、日本時間、よりギリシャを公式訪問中の秋篠宮家の次女、佳子さま。その旅先での予想に注目が集まる。今回、新調されたものもあれば、長年愛用されているものや、コーディネートを変えたものも。皇室ならではの、伝統、がお召し物にも根付いているのだ。日本時間5月26日よりギリシャを訪問中の秋篠宮家の次女、 過去様日本との外交関係樹立125周年を記念した公式訪問で、今回も旅先での過去様ファッションを楽しみにしているという声は多い。今回、特に注目されていたのが27日にパルテノン神殿を訪れた際にお召しになられていた鮮やかなブルーのニットです。白いスラックスと合わせたコーディネートはギリシャの国旗の色をイメージしているのではないか。 と話題になりました。皇室ファッションに詳しいジャーナリスト、このお乳のニットは日本のあるオンライン販売限定ブランドのものだという。過去様がお召しになっていたとされるニットは通常価格は税込み2990円。上品で可愛らしさもありながらも、お手軽価格というまされもの、全室のジャーナリスト、以下、ないも、2023年にペルーを訪問時、 マチュピチュで着用していたブルゾンもこのブランドのものという。通常価格は税込み4790円。現在は予約販売と手に届きやすい価格帯だ。買い求めやすい金額のお洋服でもチープさはなく、むしろ高見えするアイテムを過去様はよく選ばれて、コーディネートされています。金額ではなく、お手頃価格でも良いものを起用。 という過去様の姿勢も現れているのではないでしょうか。また、注目されているのが過去様の、着回しコーディネート、だ。海外訪問に合わせて新調するばかりではなく、これまでも着用していたものをうまく組み合わせ、その場所に合わせた装いを見せてくれるのも過去様の魅力。パナ市内古競技場を視察された際のネイビーのワンピースは昨年もお召しになっていました。 前回は白いジャケットでしたが、今回は濃いピンクのジャケットと同色のフラットシューズでコーディネート。落ち着きを見せた白いジャケットの一方で今回のピンク色のジャケットは明るいギリシャの太陽の下では、むしろ華やかな印象に。同じワンピースでも合わせるジャケットや小物でその雰囲気はガラリと変わります。